カタリーナ、どこへ行くんだ、カタリーナ。サーナ、僕たちと一緒に戦うんじゃなかったのか。話してくれたじゃないか、エンペラーの計画は阻止しなければならないって。それは共に戦う理由にはならない。そんな。009、お前はなぜ宇宙へ行く。え、サイボーグであろうと宇宙が危険であることに変わりはない。生きて帰れる保証などない。もちろん分かっているさ。ならばなぜ躊躇なく宇宙へ行くと言えた。そもそもサイボーグに人工ウイルスは効果を及ぼさない。全人類が強制進化された世界にあってもお前たちならば生きていくことができるだろう。なのになぜ危険を冒してまで下等な人間のために戦う。僕は多くの人々が何も知らないまま死んでいくのを黙って見てはいられない。お前は自分の能力が何なのか理解しているか。お前の持つ加速装置とはただ素早く動けるだけの装置ではない。いくらスピードを増したところでそれを制御できなければ無意味だ。本来感覚が追いつくはずのない速度の中で物を近くし、体を統制し、次に取るべき行動を決する。その時お前の脳の処理速度は平時の数百倍に高められる。つまり加速中お前の脳はクロックアップされているのと同じ状態にある。強制進化によって人がお前と同じ力を得てしまえば、我々はもはや万物の霊長ではいられなくなるだろう。滅びゆく人類に抗えず共に死に絶えることになる。そのような事態は何としても避けねばならん。カタリーナ、君が言っていた不確定要素というのは。お前のことだ、009。加速した時お前はどんな風景を見ている。時の止まった世界にただ一人、お前は何を感じているんだ。あの時お前は確かに時間を遡った。望むなら人間であった頃に戻ることもできたはずだ。なのにお前はサイボーグであり続け、人類のために戦うという。誰にも知られず、感謝されることもなく戦い続けることができるのはなぜだ。僕だって辛いと感じる時はある。戦いの日々から逃れたいと思うことだって。けどそれが僕にしかできない戦いなら、僕はそこから逃げ出さない。確かに望んで手に入れた力じゃない。でもこの力で誰かを救うことができるなら、僕はためらうことなく加速しよう。過去ではなく未来に向けて。つくづくお人よしだな、お前は。カタリーナ！